おはようございます。おはようございます。今日の一日の流れを教えてください。今日一日の予定は、まずこの後大学一限あるので大学オンラインで受けて、でその後あのイベントの MC を任されているので MC やって、その後内定先の同期とランチに行きます。で午後はインターン先の仕事がたまりたまってるのでそれをまあいろいろ企画進めつつ、あと夜撮影が2本、オフィスでの撮影と、あと外部に行くナイト営業を撮影する撮影があるので、それに行って1日終了っていう形になります。すごい1日です。はい。ガクチカのためにインターンしてるって思ってたんですけど、うん、まだインターンしてるんですか？内定しても。まだしてますね。なんでですか？まだ続けてる理由は普通に仕事が楽しいからと、あとここにいるメンバーも好きなので、卒業できるまではこの会社に貢献できるように働きたいなって思ってます。じゃあ1日お願いします。お願いします。オンライン授業を受けます。授業お疲れ様です。お疲れ様です。次この後何する予定なんですか？この後はこの後ベクトルさんっていう会社に行って、そこでイベントの MC をします。何のイベントなんですか？就活透明化プロジェクトっていうイベントなんですけど、なんかそこの学生アンバサダー MC みたいなのに、あのベクトルさんに選んでいただいたので、そこでのイベント、今日対面イベントがあるので MC をしていきます。頑張ってください。はい。じゃあ今からあのイベントの MC やるので行ってきます。はい。それでは時間になりましたので開始させていただきます。この度は就活透明化プロジェクトキックオフイベントにお集まりいただきありがとうございます。皆さんはどういうメンバーなんですか？はい、私の内定先の同期の人たちに来てもらいました。今日一緒にランチを食べます。ちなみになんか3人はもともとすずちゃんのこと知ってたりしました？知ってました。僕は知らなかった。普通に自分が視聴者で人を見させていただいて、信頼にめっちゃ見てくれてたってことですか？はい。なんか私の動画にコメントしてくれてコメントして喋ったことがちょっとだけ返事手段をそれに対してアンチじゃないですよ。アンチじゃなくて自分もホッとしてますね。あとからみんな彼がね、アプリを作ってまして。アプリ？いいですか？何のアプリですか？宣伝をちょっとさせてください。させてください。アップルストアで出してるんですけど、好きな音楽とか映画を投稿してつながる SNS っていう。ぜひ学生の皆さんダウンロードしてみてください。ありがとうございます。内定者の雰囲気とかどんな感じなんですか？私めっちゃいいと思う。うんうん、めっちゃいい。どういう人が多いですか？優しい個性がありつつ、まあみんななんかすごい温かい人。温かい。話しやすい人多い。うん、話しやすい人多い。はい、よろしくお願いいたします。株式会社ダイアリーの高橋です。よろしくお願いいたします。本日なんですけれども、 お伺いしたいことを大きく分けて2つございまして、今回の指定者の決めにあたって材料を集めるために現地とお名前とどういう仕事をされているのか、ちょっと職業の方がいい。かしこまりました。じゃあまた地元のメールにて2人の時の懸念点とか1人の時のメールとまとめてご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いいたします。失礼いたします。終わり終わり終わり。そうそう、就活生にインタビューしたり、就活フォローしたり、なんか診療とか聞くとお母さんの方が行きます。寄り添い見ちゃいます。短所してください。短所ですか？短所ですか？短所ですか？短所なんで。短所なんで。短所なんじゃないですか？よろしくお願いします。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 女性営業マンの方にナイトエージェルを見ていきます。もう一回行きま
疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日すごい一日でしたね。今日は大変でしたね。予定が詰まってる一日でした。いつもあんな感じなんですか？いや、いつもではないけど、でも最近割とこういうことが多いかな。授業やって、課題やって、終わったらすぐ夜まで仕事みたいなのが多いかもしれないですね。大変ですね。大変ですね。インターンはいつまで続ける予定なんですか？はい、インターンは4月になったら内定先に行くんですけど、それまではずっとやるつもりなのと、ちょっと旬代理ね、私も辞めちゃうんですけど、みんな結構辞めちゃって人手が足りないので、ぜひ25卒26卒、まあ、今日の働きぶり見てちょっと激務すぎて働きたくないって思っちゃった人もいるかもしれないんですけど、働きたいって思ってくれたら、なんか頑張りたいって思ってくれたら、ぜひインターンとか出演とか応募してくれると嬉しいです。概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらから応募してくれたら嬉しいです。はい、楽しいよね、花ちゃん仕事。めっちゃ楽しいです。大変？ちょっと大変だけど楽しいです。楽しい。じゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さよなら。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン。1ヶ月限定で皆さんの ES を無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしい ES を送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。